これまで水がどのような時にどのようにして凍るのか、また水が凍ると水素結合によって水分子が引き離されることで体積が増加することを見てきました。さらに凍結・解凍によって生き物の細胞が損傷する仕組みに加え、体内の氷床形成を妨げる不凍タンパク質を持っている生き物がいることについても学びました。ご想像の通り、研究者たちは不凍タンパク質の応用に強い関心を寄せています。現在研究されている応用技術の一つは、皆さんにとって意外なものかもしれません。それはアイスクリームです。溶けたアイスクリームをもう一度凍らせると、水分が分離して大きな氷の結晶が形成されてしまい、ザラザラとして美味しくなくなります。こうならないようにするため、アイスクリームメーカーの研究者たちは不凍タンパク質を利用して大きな氷の結晶の形成を防ぐ技術を模索しています。これが可能になれば、最後の一口まで美味しいアイスクリームが実現するでしょう。化粧品業界も水分と油分が調合された化粧品への不凍タンパク質の活用を模索しています。化粧品が輸送中や保管中などに凍ってしまうと、製品に含まれる水分から形成された氷の結晶によって油分子が損なわれ、商品そのものがダメになってしまうのです。不凍タンパク質はこれを防ぎ、化粧品の品質の向上や保存期間の長期化を可能にするかもしれません。その他、不凍タンパク質の応用には、特定の作物に対して遺伝子組み換え技術を活用する方法もあります。不凍タンパク質を生成するよう遺伝子組み換えを行うことで、寒さに強い作物ができるというわけです。今まで見てきたように、野菜を急速に凍らせてから解凍すると品質が悪くなってしまいます。不凍タンパク質でこうした損傷を防止することができれば、農作物が収穫前に凍るような異常気象によって起こる食料不足を予防できる可能性があります。不凍タンパク質の活用方法には他にどのようなものがあるでしょうか。それらは今後、人々の生活をどのように改善できるでしょうか。